おはようございます。10時13分ということで、もう今さっき起きまして、今日は卒業式ということで17日で、まあいろいろ来てインスタ見たら、その友達が卒業式の様子みたいなのをなんかストーリーで10分前ぐらいに上げてて、めちゃくちゃ寝坊やと思って10時6分ぐらいに起きたんですけど、大慌てでちょっと顔とか、顔は洗ってないけど、まあ歯さっき磨いて、でやばい遅刻やみたいなことをストーリーに載せたんですけど、まあ、10時からまあ卒業式みたいな式があって、11時からなんかその証書の授与みたいなのを各教室でやるみたいな感じだったんですけど、10時からの式、僕全部11時からと思ってて、そうちょっと10時からっていうのをまあ失念してて、普通に今10時15分なんですけど、うん、めっちゃ遅刻やみたいになって、ストーリーにこう載せて、そしたら、まあ、優しいもう卒業されてる先輩の方に、あ、それは別に出なくても大丈夫だよ、11時からの卒業証書もらうやつだけ行ったらいいよっていうのを教えてもらって、ほうと今ちょっと一息ついてるところでございます。ほんまによかった。もうびっくりしました。自分、なんでこんな、もうなんか、何してもこう、やっぱ、あかんなという。この髪型なんやねんという寝癖ですね。ちょっと後で直してまた行くんですけど。まあ、そんな感じっす。何やともあれおはようございます。まあこれちょっと11時までに編集してあげれたらグッドな感じでいけるかな。まあまあちょっとやってみます。一本吸って、でまあ昨日かな、まあ昨日というか今朝までほんま6時ぐらいまで起きてて、でそっからちょっと寝て、うん、まあ3時間ぐらい寝て起きてって感じなんですけど、まあ6時なんで、うん、まあそう、あんまちょっと寝れてないんで、僕も頭回ってないんですけど、むっちゃ朝です。普通にで、まあ昨日3本ぐらい4本ぐらいかな、なんかやたらめったら動画上げて、みんなちょっとちょこちょこ見てくれてるみたいで、もう登録者ももうちょっとで40人、えぐい、40、えぐいね。まあ多分なんかその継続は力なりっていう言葉があるみたいに、こうまあやめてしまったらもう結局そこまでなんですけど、やれる限りのことをこう自分やっていったら、まあもっと40人よりももっと上目指せるんちゃうかなっていうふうに、まあ、ほんまに様々なんですけど、登録していただいてる今やか40人やから、こう一人一人にお礼言ってもまあ別に1時間ぐらいで、まあ、1人1分半ぐらい使ってこう一人ずつこうお礼していっていけるんですけど、まあこっからまあ伸びていくと、まあ減ることはまあないかな、まあもしかしたらあるかもしれないですけど、伸びていくことをまあやっぱ考慮して、1000人、2000人、1万人とか、まあ、1万、2万、10万とか言って、100万とか言ったら、
そう、1分半ごとにみんなにありがとうって言ってたら、僕は老いて死んでしまうので、今のうちに言っときます、ほんまにありがとうございます。価値で感謝しかないというか、見てくれてる方に関してはもうパッと見て、パッとみんな辞めた方でも、うん、最後まで見ろという感じなんですけど、外国の方からのコメントも来てて、まあなんか好きなだけアップロードしてください、あなたのタバコの姿はよく似合いますみたいなコメントが、まあ、2個前ぐらいの動画にコメントついてて、えという感じで、どういう因果というかこんな外国圏にもまだ持って行っていい代物じゃないし、日本でもまだ許されてるかどうかわからんのに、もうすでに外国に行っているという素晴らしいこと。つい僕は英語が喋れなくて、喋れない、読めない、書けないという感じなんですけど、英語に関しては普通に大学入っても B 動詞とかやってました。なんか普通こう英文短い This is a pen みたいなって、これが名詞で、これが、何動詞でとか B 動詞でとかいうのを丸つける授業を1時間半使ってやってましたね。英語は3回生まで取ってましたね。普通は2回生取り終わるんですけど、3回生まで僕は再履修っていうか再履修みたいなことをしてやってました。それぐらいアホです。頭足りない、アホじゃないんですけどね、全然。こうやめます、もうなんか自虐みたいな、もう自分を褒めないと最後誰が褒めるっていうか、俺はすごい人間だということです。おはようございます。